はい、皆さんこんにちは。今日はですね、羽生結弦四大陸選手権を通して作品を意識した構成に作戦チェンジした可能性っていうのが、高まったのでお話をしていこうと思います。はい、衣装を変えてきましたね。ここら辺襟とかね、あとこのね付け根のところですね、緑色の衣装装飾がついたかというふうに思うんですね。で、以前は紫色を基調とした衣装だったかと思うんですが、ここら辺をチェンジして来ましたね。これ結構意外だったと思います。ね、なので、羽生くんね、四大陸選手権生命、なんか違う感じがしたと。で、なんか可愛さっていうのをね、感じた、愛嬌を感じたっていう方も結構いらっしゃると思うんですが、まあ僕もすごく、まあ、同感でして、まあ結構羽生くんね、なんかこう攻めるような、なんて言うんだろう、世界選手権とかネイサンチェンをね、倒さなければいけないから、なんか今のうちに四大陸選手権で、その、なんか鬼構成、つまりこう攻めるような演技にしていこうっていうね、ところがあったから、もしかすると鬼構成の整備にするんじゃないかと思ったんですけども、そうじゃなくて、また羽生くんもすごい頭がいいなと思って、頭脳的に、昨日ね、紀平選手のことも、解説しましたけども、頭脳的にですね、勝っていこうといったところに、チェンジシフトチェンジしていったんじゃないかというふうに僕はそう感じたんですね。で、そのなんていうのかな、緑がついたっていうことで、まあ、僕はですね、なんかこう新しい種をまいて、新しい 木をね育てようと思ったんじゃないかと、新しいまた羽生結弦を作っていこうと、そういうふうに思ったんじゃないかというふうに思いまして、なんかこうね、衣装演技からですね、こうなんかこう攻めていこうというよりは、なんかこうなんか作品性っていうのをねすごく感じました。本当にここですね、作品性っていうのを感じたんですね。で、愛嬌、可愛らしさっていうのも感じたんです。新しい生命っていうのをねやってくれた感じがするので、そこら辺をね解説していこうと思います。はい、あと後半のこうプーさんのお話もねしていこうと思いますね。はい、では生命、衣装に緑がついていると、この辺ですね、あの襟元とかね、この辺も緑っぽくなってたと。以前は紫色の基調とした感じだったんで、かなり印象変わったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあね、その衣装チェンジ、この衣装チェンジのおかげで、もしかすると緊張感っていうのは和らいだんじゃないかなというふうに思います。以前の紫の衣装ね、どちらかといったらこう攻めていこうっていう感じだったんですけども、緑にチェンジしたことによって、こうなんていうのかな、優しさっていうのをね感じました、今回非常に。で、また新しい、そして緊張感っていうのは和らいできたんじゃないかというふうに思います。なんかこう初心に戻ったっていうよりはですね、新しい種をまいて新しい木を育てようとしたね、そんな印象がある生命だったかなというふうに僕はですね個人的に感じました。はい、だからまあ作品性っていうのがあったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、そういうような生命にしてくれたというふうに思います。まあそこがですね、新しい印象っていうのを受けたというふうに思いましたね。はい、まあ斬新で愛嬌のあるね、そんな演技、素敵だったと思います。はい、まあだからまあ以前、まあ先ほども言いましたけども、まあ攻める構成っていうよりはですね、新しいこう作品を意識した構成、つまり、まあ4回転アクセルも回避したりとかね、難しいジャンプ、まあ4回転ルッツも挑戦して、すごくそれもですねめちゃくちゃ難しいんですけども、それよりは今できるジャンプ、今どちらかといったらそこまで不安がね少ないジャンプを、まあ無理なく挑戦していく、で作品性っていうのを高めていこう、そういうね構成に変えていって、四大陸選手権ではそういうような構成でいけば、どういうような点数が出るかっていうところで、世界選手権の前に、その試したかったっていうところがあるんですけども、非常にこう面白い、頭脳的で頭良くて、まあ木平選手の時も言いましたけども、そちらのね、頭の方で、頭で勝っていこう、そっちの方のそのような構成に、シフトチェンジしていったっていうところがですね、非常に見えてて、四大陸選手権今回羽生くんから学ぶところいっぱいあるなっていうふうに感じました。はい。で、続いて、できるジャンプで高得点を狙う作戦に変更と。さあ、以前ね、4回転アクセルの挑戦とかっていうのを考えたんですけども、無理なく全体的な演技っていうのを、その、なんていうのかな、羽生くんにとってみると、まあ、できるジャンプですね。まあ、もちろん、それもすごく難しいんですけども、羽生選手にとって、例えばもっと難しい4回転アクセルとかね、無理をして挑戦するよりはですね、まあ、最初のジャンプを4回転ルッツ失敗
敗はあったんですけども、まあステッピングアウトとね、言った感じで、まあステッピングアウトまで持ってくればですね、まあもうね、できるジャンプっていうのに、まあ、等しいんですね、ほとんどね。だからまあ大きくミスをせずにここでまあステッピングアウトで踏みとどまったっていうのは非常に、世界選手権に向けては良かったというふうに思います。ね、まあ大きくミスを、まあ得点の上ではかなりマイナスがつくんですけども、でもステッピングアウトっていうのはしっかり回転も回ってましたしね、それからまあまあ、4回転ジャンプルッツをね、ここでこう入れるっていう、ね、その感覚が大事なんですよね、世界選手権に向けて。だからその4回転アクセルを回避して4回転ルッツできるかっていうところが非常に今回四大陸選手権の、キーポイントとなったかというふうに思うんですね。で、まあ、今できるジャンプの質を高めるっていうところで、最近ねトリプルアクセルにちょっと不安があったかと思うんですね。オリジンのところでも、カウンターからの最後ね、音楽に乗せてですね、音ハメかっこいいんですけどもね、オリジンの時のね、アートオンアイスの時のね、トリプルアクセル最後やるんですけども、それよりもですね、今できるジャンプを、丁寧に決めていこう、丁寧ですね、本当丁寧に決めていこうっていうところを意識した構成に変えてきたというところがあったんで、トリプルアクセル2本ともすごい高い質でですね、決められたかというふうに今回思うんですね。はい、まあ、今できるジャンプの質を高めるといったところに意識を落とし、つまり難易度を落としつつ、まあ、質を高める、新しく、そして、斬新な構成にチェンジしたといったところが今回の大会で一番の、見どころになったんじゃないかというふうに思います。僕は最初4回転アクセルを挑戦する超折り構成にするかと思ったんですが、まあ、さすが羽生選手ですね、本当頭で攻めると、頭で考えていくと、そして新しい構成ですね、作品を意識した新しい生命に書いていった、本当にこう、新しい内容で全て面白かったです。本当に面白かった。今回本当に、ね、攻めまくるような鬼構成にするかと思いきやですね、まさか作品を意識した方向に、シフトチェンジするとはね、ちょっと思わなかったんで、可愛らしさ、哀悼も感じたって、本当にね、あ、そっちに行くのかっていうね、羽生選手さすがだなって本当思いますね。みんながこう、もう4回転アクセル、4回転アクセル、ね、とかっていうところに意識がする中で、あえてこう作品の方にね、行くっていうのがね、いや、本当ね、予想をね、外してくれますね、羽生選手はね、本当にさすがだなというふうに思いました。はい、あとですね、プーさんの効果が非常に大きかったなというふうに四大陸選手権感じました。僕ね、申し訳ないんだけどもね、全日本の時ですね、羽生くん悲しそうな顔をしたんですね。で、ショートプログラム完璧だったんですけども、なんか悲しそうな顔をしたんですね。で、多分ね、演技の内容とかじゃなかったと思います。だから他に何か原因があるんじゃないかってずっと思ったんですね。で、今回羽生くんね、ショートもフリーもすごく幸せそうな顔をしたんですよ。でね、僕ね、プーさんが投げ込まれたシーンの羽生くんの表情を見てました。やっぱりね、何とも言えない幸せそうなね、嬉しそうな雰囲気な顔をしたんですね。だから僕ね、羽生くんにとってこのプーさん、投げ込みがたくさんあって、最初は僕もですね、ちょっとプーさん多すぎるんじゃないかなとね、次の選手に影響出ちゃうんじゃないかなと思ってたんですけどもね、完全にね、意見を変えました。本当にプーさんのおかげで羽生くんは幸せになっ幸せそうな顔をしてるし、プーさんがですね、羽生選手にとってのそのお守りですね、そんな感じを受けました。だからね、プーさんにあることによって、たくさんのお客さんがですね、たくさんのファンがですね、プーさんを羽生くんにプレゼントするっていうことがですね、非常に羽生くんにとってはもうなくてはならないことなんだというふうに、本当にこれ本気で、全然ね、技術とは関係ないと思いきやですね、非常に大切なことなんだというふうに思います。皆さんも、僕もそうですけど、なんか大事なものってありますよね、お守りって。それってあるとか、非常にあることによって、なんかそのやる気が出たりとかですね、パフォーマンスとかに影響出ますよね。仕事も非常にやる気が出たりとか、それと全く同じで、プーさんっていうのは羽生くんにとって非常に大事なもんだっていうところがですね、今回の四大陸選手権でよく分かったんで、このテクニカルとは一瞬こう違うようなところでもですね、なんかそう非常に影響を受けているというのが僕は感じたんで、プーさんは非常にね、羽生くんにとって大事っていうことがですね、四大陸選手権で分かったということなんで、ぜひね、プーさん、日本連盟ね、全日本選手権、プーさんの投げ込み、これ OK にした方がいいんじゃないかなって僕は思います。出ないとですね、日本が終わります。はい、日本終わっちゃいます。本当に、羽生くんのおかげでね、皆さんね、やっぱやる気がね、出たと思うんですよ。やる気が出たっていうか、羽生くんが頑張ってるから私たちも頑張ろうとね、羽生くんの姿を見て、その生きがいを感じて、まあ、羽生選手のように、
なりたいとね、フィギュアスケートを超えて人生の上でもね。だからその、まあ、あと経済的な話をするとね、まあ、その羽生選手のおかげで、そのなんていうのかな、その経済効果っていうのが高まったっていうのもあるので、プーさんの投げ込みが終わったら羽生君が終わっちゃうんで、そうすると羽生君が終わったらですね、日本が終わるので、そういった意味でこのプーさんね、日本連盟お願いします。その非常にね、本当笑い話じゃなくて、本当にね、プーさんの投げ込みめちゃくちゃ大事っていうことが、この四大陸選手権のプーさんの投げ込みによる羽生君の幸せそうな笑顔っていうのが本当に感じたんで、僕はですね、スポーツ選手として、まあ、そのお守りですね、お守り、プーさんがお守りであることがですね、まあ、プーさんが羽生君を支えている、すなわち、ファンがですね、ファンの方がですね、羽生君を支えているっていうことがやっぱりあるので、そこがですね、やっぱり大事なんじゃないかっていうところを、まあ、こういった作品とかね、4回転アクセルとか言いましたけども、一番大事なことなんじゃないかなっていうふうに、僕はですね、かなり感じました、今回。はい。そんな感じです。ではね、今日お話しした内容をまとめていきますね。はい、今日はですね、羽生くんの四大陸選手権を通して、まあ、感じたことをお話ししました。ね、新しい生命、新しい種をまいて、新しい植物を育てるというような、そういう演技だったかと。ね、衣装にも見えてましたね。それから、全体的に作品性っていうのをね、感じました。だからね、演技に作品性を取り入れたんじゃないかというふうに感じました。強さもあるんですけども、それよりも、作品の質を高めていこう。全体的な、その新しいね、初心に戻るんじゃなくて、新しい種をまこうとね、言った、そういった新しい種をまいて、新しい木を育てる、そういったその方向にこうシフトチェンジして、世界選手権に挑むんじゃないかというところが、四大陸選手権で一番見えたかなというふうに思います。だから、4回転アクセルにも、まあ、無理なく挑戦しないで、優しさのある生命、愛嬌のある生命に、シフトチェンジしたというところが、まあ、衣装チェンジ、そして羽生君の表情ですね、そういったところがあったかなというふうに思います。そして最後ね、まあ、演技とは一見関係ないプーさんなんですけども、これも結構大事だと。結構っていうか、もしかしたらめちゃくちゃ、もしかしたら一番大事なんじゃないかというぐらい、それくらい思ったんですね。やっぱりこう選手が幸せを感じるっていうのはですね、非常に大事なことなんで、そういった意味でそのプーさんっていうのはやっぱりね、やっぱりね、スポーツやってるときですね、やっぱね、孤独なんですよね。やっぱ孤独を美学にこう頑張っていくっていうのがあるので、やっぱりね、プーさんとかの存在っていうのは、やっぱりこうそのプーさんの中にはやっぱファンとかね、応援してる人がいるっていう、そういったその思いがあるわけなんで、それ非常にね、大事なんですね、やっぱりね。まあ、皆さんも僕もそうですけども、やっぱそういったところを共有できると思うんですよね。だからやっぱりそういった意味で、プーさんがいないと、まあ、とてつもね、プーさんがとてつもないお守りになってたっていうところは、今回の四大陸選手権で分かったので、ぜひよね、日本連盟の方ね、プーさんの投げ込みね、OK にした方がいいんじゃないかなって僕はね、思ったりもします。はい。まあ、これはまあ僕のね、個人の意見ではありますけども、まあね、プーさんね、それからまあプーさん以外のね、お守りありますけども、まあね、投げ込みね、いいと思いますよ、僕は。ね、盛り上がったりしてね。だからまあ、そういったところをもう受け入れて、羽生君を応援していく方にシフトチェンジした方がですね、いいんじゃないかというふうに思いました。はい、そんな感じです。だからね、まあ一番痛かったのはですね、新しい生命、緑色の、ね、衣装に変えて、まあ新しい生命を演じてくれて、作品性っていうところにこう意識して、鬼構成の演技、無理をするような構成ではなくて、違う方向にシフトチェンジした、みんなが予想してなかったところに、羽生君は攻めてたっていうところが、今回の一番の四大陸選手権での見どころになったかというふうに思います。はい、そんな感じです。それではまたね、今回ね、この後ね、四大陸選手権の後はですね、世界選手権も来ますよ、いよいよネイサン・チェンとの戦い来ますね。めちゃくちゃもう今からめちゃくちゃ緊張してます。これから大陸選手権の、ね、演技の分析とかもしますけども、世界選手権に向けて本当にね、もうこれはどうなっちゃうんじゃないかといった感じなんです。もう新しい作品を、まあ、生命作ってくれたんで、まあ、ここからどのように進化していくのかね、非常に楽しみかなというふうに思います。はい、それではね、これからも皆さんと一緒に羽生くんを応援していきましょう。はい、それではね、今日はこれ以上になります。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。